イギリスといえばダーウィンとかマルクスだが、有名なこの彼らの思想に関して大まかな説明を与えることは困難ではない。しかしスイスのソシュールとワルラス、ジョイスとゴダールが何を考え何を新しく付け加えたか説明するとなると、スイスのフェデラが切り開いたテニスを解説するくらい難しい。80年代以降、ゴダール映画は方法としてのスイスの様相を呈す。チューリヒからロザンヌ、ロールへと通過する列車は国境を越えない。出発の時はドイツ語を喋る乗客中心だが、そのうちフランス語を喋る乗客に置き換えられていく。レマン湖は国境とは呼べない。ここが至るところすべてなのだ。